ウタテンをご覧の皆様、おはこんばんにちは、プラチナリズムでーす。というわけで、ウタテンさん、まずは10周年、おめでとうございます。おめでとうございます。うわぁ、スライド人間。ウタテンさんももう10年になるか。いやーすごいね、こんなだったらね、うん、もう歌天も最初の頃はこんなだったのに、ね、そう、歌さんも天さんも最初こんなだったのに、はい、そうですね、頑張っていきたいなと思いますけどもね、はい、あの僕らも歌天さんにはね特集を組んでいただいたんですよ。いやそうですよ、僕らもねアルバムのこととか紹介していただいたりしてね、はい、なおかつね、はい、私があの彼女が欲しいっていう、うん、っていうのを言ってたら、しきりに言ってたら、うんうんうん、取材の時に、うん、そしたらもう最後になんか、うん、本当に僕の加工したすごい綺麗にな、肌が綺麗になった写真を、うん、あの20代の女性の方はこちらでお見合い募集してますみたいなの出していただいてですね、ねえ、出してもらった。もう歌天さんのおかげでですよ、本当に募集ゼロということでね。しっかりせえ。これね、まあ、あの歌詞に対してもね、あの非常に力入れてあの歌詞書かせてもらってます、うん、本当にね、まあ、僕が歌詞書いてるんですけども、はい、天の弱な性格なもんでなかなかストレートには書かないんですけどもね、はい、まあ、いろんな表現を使ってですね、うん、あの読み物としても読めるような、はい、あの歌詞を書こうということでできたのが、まあ、カン&パイというね。なるほどね、わかりやすい。うたてんさんですね、今のは。うたてんさんじゃない、はい、というわけでね、はい、まあ、すごく思いも込めてあの歌詞も書かせてもらってます、はい、うん、そんな歌詞が詰まった、うん、ニューミニアルバムが4月の22日に発売されました。ありがとうございます。いきなり素敵という、はい、ニューミニアルバムでございます、うん、これぜひともね、あのこれご覧の皆さんもぜひとも買っていただきたいなというふうに思います、うんうん、思ってます。以上、プラチナリズムでした。ウタテンさん10周年おめでとう。